スは柱のそばにいるな。そこだ、くらえ。柱の影にいたのは俺だ。最後だから教えてやろう。お前が今目撃したものは未来のお前自身、数秒過去のお前が未来のお前自身を見た。これが我がキングクリムゾンの能力、時間を消し去って飛び越えさせた。お前のトリッシュ護衛の任務はこれにて終了だ。まだ終わっていない。護衛の任務はまだ続いている。トリッシュは俺自身の命令で護衛する。今のお前、常人を超えた大した精神力であることは認める。ここまでだ。それはどうかな。あんたの能力無敵だが、動きが読めるのは短い時間だけらしいな。時間の先を読んでいない。ジロジッパー。ボス、時間の先を見てみるがいい。すでに1階に登っている俺が見えるはずだ。何？一階まで登って逃げてこれたか。自力で逃げるのは無理か。何か異常なことが起こっている。ブチャラティはどこだ。あれは大丈夫ですか。ブチャラティ、一体地下で何が。ジョルノ、この教会から脱出するんだ。急げ。どうして脱出するのですか。説明は後だ。急げジョルノ。この新入りがここに来たせいでブチャラティに脱出のチャンスを与えてしまった。運のいいやつだが、このまま済ますわけにはいかない。決して。どういうことなんだ、ブチャラティ。説明してもらおう。わかった。単刀直入に言おう。トリッシュを連れ帰ったのは、たった今、俺がボスを裏切ったからだ。ボスは自らの手で自分の娘を始末するために、俺たちに彼女を護衛させた。それが俺には許すことができなかったから、裏切った。このまま俺と一緒に行動すれば、同じ裏切り者になってしまう。お前たちとはここで別れよう。共に来る者がいるなら、ボートに乗ってくれ。ただし俺は、お前たちについてこいと命令はしない。俺が勝手にやったことだからな。俺は、自分の信じられる道を歩いていたい。
後悔はない。今は逃げるだけだが、ボスの弱点は必ず見つける。言ってることはよくわかった。だけどボートに乗る者はいないよ。この組織なくして僕らは生きられないんだ。ああ、フーゴの言う通りだぜ、ブチャラティ。あんたのやったことは自殺に等しいことだぜ。しかしだ、俺はもともと行くところや居場所なんてどこにもなかった男だ。俺の落ち着けるところはあんたと一緒の時だけだ。ボスを倒したのならよ、実力から言って次の幹部は俺かな。俺はブチャラティの性格はよく知ってるぞ。やつは頭がいい。あんなこと言ってるが、勝つ見込みのない戦いはしない男だ。アバッキオ、ミスター、お前らどうかしてるぞ。完全に孤立するんだぞ。俺どうしよう。ねえブチャラティ、俺どうすればいい。自分の歩く道は自分が決めるんだ。だが忠告しよう、来るな、ナランちゃん。お前には向いていない。行くぞ。ボートが離れたのならお前たちは裏切り者となる。なぜだ、みんな正気じゃないぜ。これ以上信じる人に見捨てられた。俺も昔見捨てられた。同じだ、トリッシュと俺はなんか似てる。ブチャラティ、振り返ってください。ブチャラティ、行くよ。俺も行く。行くんだよ。トリッシュは俺なんだ。俺に来るなと命令しないでくれ。トリッシュは俺だ。俺なんだ。ジョルノ、亀の中にトリッシュを入れよう。わかりました、ブチャルティ。亀を僕にください。傷はもう大丈夫のはずなのに、ブチャラティの体に何が、脈がない、どういうことだ。死んでいるということか。しかし今は確かめる時期ではない。この事実はとりあえず僕の胸だけに秘めておこう。裏切り者が出た、このベネツィアで。裏切り者の名はブローのブチャラティ、ジョルノ・ジョバーナ。生死は問わない。ところでブチャラティ、これからどうするんだ。ボスの正体さえ知ることができれば、こちらからも本体への暗殺の可能性が出てくる。なんとかしてボスの正体を探さねばならない。しかしどうやって探すんだ。ボスはあらゆる人生の足跡を消してきてる男だぜ。思い出したわ、私の母は昔、父親とはサルディニア島で知り合ったと言ってたわ。サルディニアに過去と正体はきっとあるわ。よし、次に向かう場所はサルディニアだ。そこにボスの正体がある。